なのだ。今回のテーマはこちら。民主主義なんて誰でも知っているのだ。しかし改めて民主主義について考えるとなかなか難しいところもあるぞ。この動画では有名な思想家が民主主義をどう捉えてきたかを振り返り、大衆社会についても取り上げようと思う。ぜひ最後までご視聴ください。まずはこの人から始めよう。モンテスキューといえば三権分立ですね。その通りだ。だが注意すべきは、モンテスキューが主張したのはあくまでも権力を分散させるべきということだな。何が言いたいのだ？つまり彼が主張したのは三権分立であって民主主義ではないんだ。法の精神を少し読んでみよう。もし同一の人間または貴族か人民のうちの主だった者の同一団体がこれら3つの権力、すなわち法律を定める権力、公共の決定を実行する権力、罪や私人間の係争を裁く権力を行使するならば、すべて失われるだろう。同一の人間や組織が三権のすべてを手にするべきではないということですね。もし王様がすべての権力を持ってしまうと、誰も王政に対抗することができず自由はなくなる。そして王様がすべての権力を持つべきでないのと全く同じ理由で、民衆がすべての権力を持つべきではないんだ。行政は王様、司法は貴族、議会は民衆みたいな感じで、それぞれに権力を割り当てる。互いに権力を持つことで抑止均衡を目指そうというのが三権分立だ。何でもかんでも民主化すればよいというわけではないのだな。むしろモンテスキューは民主制に対して批判的ですらある。共和制において度が外れた権威が突然一般市民に与えられると、君主制あるいは君主制以上のものが形成される。君主制においては法律が国政に備わっており、あるいはそれに適合している。政体の原理が君主を押しとどめる。しかし一市民が度が外れた権力を我が物とした共和制においては、法律はそれを予想しておらず、彼を押しとどめるのに何もなし得ないから、この権力の悪弊はより大きい。法律は民衆の熱狂を押しとどめるものにならない。実際韓国には国民感情法なるものがあると言われる。どんな法律なのだ？いや、現実にそういう法律があるわけじゃなくて、裁判所が世間の空気に忖度して法律の条文や過去の判例にそぐわない司法判断を行っている節があるんだ。法律なんかよりも世論こそが正義となっているのだな。モンテスキューはこんなことも述べている。民主制の原理は、人々が平等の精神を失う時のみならず、極度の平等の精神を持ち、各人が自分を支配するために選んだものと平等たろうと欲する時にも腐敗する。そうなると人民は自分が委任した権力すら我慢できず、元老院に代わって審議し、執政官に代わって執行し、前裁判官を罷免し、何もかも自分でやろうとする。法学を真剣に学んだ裁判官も、法律の知識が全くない一般人も同じ人間であることに変わりない。誰もが平等なんだから、判決を下すのも誰もができるはずであり、全てを自分自身でやろうとするんだ。法律よりも民意を優先するとは、ある意味究極の民主主義国家ですね。だが日本でもたびたびネットリンチなどが問題になるように、力を持った人間は暴走していくんだ。権力を持つ者は全てそれを乱用する傾向があることは永遠の体験である。彼は限界を見出すところまで進む。誰が知ろう、特性さえもが限界を必要とするのだ。モンテスキュー以外でもこんな有名な言葉がある。絶対的な権力は絶対的に腐敗する。アクトン卿が言ったとされる言葉ですね。この格言は民主主義という文脈で語られることが多いが、個人的には権力の分散という意味で捉えるべきだと思う。王様が絶対的な権力を持つと絶対的に腐敗してしまう。かといって民衆に絶対的な権力を集めたとしても絶対的に腐敗してしまうのだな。ここまでモンテスキューの考えを紹介してきたが、この思想を強く反映させたのがアメリカ合衆国だ。日本やイギリスの議員内閣制とは異なり、アメリカは三権分立に基づく大統領制が取られている。大統領、議会、裁判所にそれぞれ行政権、立法権、
司法権が与えられていますね。アメリカ大統領というと権力者の象徴みたいなイメージがあるだろう。しかし実際のところ大統領だからといって何でも好き勝手できるわけじゃない。例えば日本の総理大臣と違い、アメリカの大統領は法律を自分で作ることはできない。立法権は議会にあるからだ。だからもしこんな法律を作りたいと思ったら議会に協力を求めなければならない。自分の意見をご利用しすることはできないのだな。選挙に関してもアメリカでは大統領の選挙と議員の選挙の2つがある。選挙が2種類あるということは民意が不明瞭になることでもある。民意を一箇所に集めないようにして権力の集中を防いでいると言えるだろう。でも大統領と議会がねじれ状態のようになってしまうとそれはそれで不都合ではないのか。確かに大統領は民主党系だが議会は共和党が多数になってしまうようなことはある。しかし全体の効率よりも権力の集中を防ぐことを目指すのがアメリカという国だな。建国の歴史からして自分たちのことは自分たちで何とかするという精神が身についている。だからこそ自分の身を守るための手段として銃を手放すことができないんだ。銃社会や大統領制の背景にはアメリカの人々が歩んできた歴史があるのだな。さてモンテスキューを紹介してきたが、権力分散論は新自由主義的な立場からも出てくる。新自由主義って何なのだ。簡単に言うと政府は余計な手出しをせず市場原理に全てを委ねれば良いという考え方だ。新自由主義の代表格ともいえるミルトン・フリードマンはこう述べる。自由主義が根本的に恐れるのは権力の集中である。ある人の自由が他の人の自由を妨げない限りにおいて個々人の最大限の自由を守ることを自由主義者は目指す。この目標を実現するためには権力の分散が必要だというのが自由主義者の考えだ。市場を通じてできることを政府がやっているとしたら何によらず疑ってかからねければならない。そこでは自発的な協力に代わって強制が行われるのが常だし、政府の役割が拡大すれば他の分野でも自由が脅かされかねないからである。ちなみにフリードマンによると最低賃金や免許制度すら不要らしい。例えば医師免許なるものがなくても悪質な治療行為を行った人は過失致傷で取り締まればよいのだから、自然と腕のいい医者だけが残るようになるという考え方だ。免許は特権であり既得権益とみなしているわけですね。こうした意見に賛成できるかどうかはともかく、市場には調整機能が備わっていると新自由主義者は言う。見えざる手に任せればうまくいくのだから、政府が余計なことをしないよう権力を分散させるべきとなるのだな。結果的には権力分散論にたどり着いているが、モンテスキュー的な感覚とはどこか毛色が違う感はあるな。権力が動向よりもとにかく市場の万能性を信じている感じですね。権力を集中させることには危険が伴うが、もし民衆があらゆる権力を手にしてしまうとどうなるのか。民主主義はやがて多数派の独裁政治になるということを指摘したのがトクビルだ。トクビルは1805年のフランスに生まれる。19世紀初頭というとフランス革命が発生して間もない時期だな。名門貴族のもとに生まれたトクビルは法曹の道へと進む。20代の頃にアメリカへ視察に行き、現地の政治や社会の様子を探るんだ。アメリカがまだ新興勢力だった時代なのだな。この時の経験をもとに書かれたのがアメリカのデモクラシーだ。民主主義についてトクビルの鋭い考察がなされている。多数の力が絶対的であるのは民主政治の本質に由来する。民主政体にあっては多数者の他に抵抗するものは何もないからである。独裁とは特定の個人や組織が権力を独占し自分の理想を周囲に押し付けることができる状態といえる。それならば多数派が大きな影響力を持ち自分たちと異なる考えを封殺したり、あるいは司法判断にも口を出すようになればもはや多数派による独裁政治なのではないか。多数者を一体として見れば少数者という別の個人と意見、また大抵の場合利害において対立している個人に他ならない。ところで一人の人間が全能の権力を身につければこれを敵に対して乱用するかもしれぬと考えるのであれば、どうして同じことが多数者についても生じることを認めないのか。人間は団体になって性格が変わったのか、力を増すにつれて
反対に対して忍耐強くなったのか。そんなことは私には信じられない。一人の同胞に対して否定する、全てを成し得る力の保持を複数の人間だからといって認めようとは決して思わない。民主主義と独裁は対立するわけではないのだな。むしろ親和性があると言ってもいいだろう。そして多数者の先生の背景には人々の平等意識があるという。多数者の精神的権威は一つには次のような観念に基づいている。すなわち、一人の人間より多くの人間が集まった方が知識も知恵もあり、選択の結果より選択した議員の数が英知の証だという考え方である。これは平等原理の知性への適用である。民主制では多数決が採用されるが、その参加者は皆平等である。身分はもちろん知能においても平等であり、それゆえ多数派の意見が真理とみなされるんだ。度が過ぎた平等意識も考えものですね。トクビルの言いたいことはなんとなくわかったが、疑問もあるのだ。どんな疑問な？多数者の先生が危険であるとはいえ、大勢の国民をまとめていくためにはやはり多数決は必要なんじゃないかと思うのだ。確かに最もな疑問だな。だがトクビルが問題視しているのは多数決それ自体というより、多数者は解明的であるから社会の統治権を持つという感覚だろう。多数派の意見が社会の最大公約数的な意見として最大限尊重されるべきであることは言うまでもない。しかしその意見が多数派であることと、その意見が正しいかどうかは全くの別問題なんだ。例えば相対性理論が正しい理論であるかどうかは国民投票によって決まるわけではない。物理学者たちの議論や検証実験の中で理論の成否は判断される。人数の多さと物事の成否を一緒にしてはいけないんですね。ちなみにアインシュタインが相対性理論を発表した時、その理論に疑問を持つ科学者は多くいた。彼らによってアインシュタインに反対する100人の著者なんていう本も出版された。これに対しアインシュタインはこう切り返したそうだ。私が間違っているのであれば一人で十分だ。要するに相対性理論の間違いを指摘するのであれば誰か一人で十分であり、100人もの人はいらないということだ。正しさは議論によって決まるのであって人数の多さではないのだな。質的功利主義者として知られるジョン・スチュアート・ミルはこんなことを述べている。人類の良識という点で残念なことだが、人間の過敏性という事実は理論の上ではいつでも重要性が認められながらも、実際の判断では全く重視されていない。なぜなら自分が誤りうることは誰もがよく知っていても、ほとんどの人々は自分自身の過敏性に対して予防策を取る必要があるとは考えていないし、自分が十分に確実だと感じている意見が自ら陥りやすいと認めている誤謬の一例かもしれないという想定を受け入れないからである。さらに続ける。自分の意見に対する反論を耳にすることが時々はあって、自分に誤りがあった時にそれを訂正されるということに全く不慣れというわけでもない人々でも、同じような見境のない自信を自分の意見に持つことがある。自分の周囲にいる人が皆自分と同意見だったり、いつでも尊敬している人が自分と同意見だったりする場合がそうである。なぜならこういう人は大抵自分一人だけの判断に自信が持てない分だけ世間全体の無謬性に絶対的信頼を置くからである。一人だと自信がなくて発言できないけど、周りが同じ意見と知った途端に急に声がでかくなる人たちがいないか。周りも同じ意見だから正しいだろう、有名人が同じ意見だから正しいだろう、ネットに同じ意見があるから正しいだろう。そうやって物事の成否を数の多さによって判断し、自分が周囲と同じであることに安心感を覚える。進んで多数派に流されていくけど、何か問題が生じた時はみんなの意見に従っただけですとか言って責任を逃れようとするまでがセットですね。世界一民主的なワイマール憲法からなぜナチスが生まれたのかみたいな問いかけがあるだろう。もしかすると問いの立て方自体が間違っているのかもしれない。世界一民主的だからこそナチス政権すなわち全体主義が生まれたのかもしれないな。世界大戦の時代を生きたドイツの法学者カール・シュミットは直接民主制が適用されるべき範囲について論じている。様々な金銭法律はどの程度直接的な国民立法の手続きから除外されているか、この問いは究極的には直接民主制一般の限界についての問いと関連している。それにもかかわらず
この問いを論じていくと、多くの場合に学問的とは言えないような政治的意図によって歪められた利害関心、あるいは不信感に接することになる。ヒロクルフした浅はかな見解によれば、安直にもありとあらゆること、国民に委ねることが民主的であると考えられており、また、そもそも国民に一体何ができるのかと問うだけでも、民主的ではないとみなされる。適用範囲を論じるということは、そもそもあらゆることを国民に委ねればよいわけではないのだな。多数決自体を否定するつもりは全くないが、多数決の結果のみをもって物事を正当化し、少数派の意見は間違っているのだから、時には暴力に訴えてでも彼らの考え方を変えさせねばならないという感覚はやはり危険だろう。多数者の宣誓においては、多数派の意見が真理となり、少数派の意見は抹殺される。これはつまり自由がなくなるということでもある。とにかく多数派に従うことが求められますからね。自由民主党という政党があるように、自由と民主主義はセットで語られることも多い。しかし実際には、自由主義と民主主義は対立するものとして捉えられている。トクビルは述べる。アメリカでは多数者が思想に恐るべき枠をはめている。その限界の内側では作家は自由である。だが一歩その外へ出れば災いが降りかかる。家計に処されるのを恐れねばならぬわけではないが、ありとあらゆる嫌悪の対象となり、毎日迫害の浮き目を見る。政治の道は断たれる。その道へ彼を導きうる唯一の力に逆らったからである。何を求めても彼は拒絶され、栄誉も与えられない。意見を公にする前には支持者があると信じていたのに、天下に見解を明らかにしてみると支持する者は誰も目に映らない。彼を非難する者は声高に叫ぶが、彼と同じ考えの者は口に出す勇気がなく、沈黙し遠ざかっていくからである。彼は譲歩し、やがて日々の圧力に屈し、まるで真実を語ったことを悔いてでもいるかのように沈黙に帰る。なんだか今現在の日本社会を批評した文章と言われても信じられそうなのだな。同調圧力というと、いかにも日本的なイメージがつきまとう。しかし日本に限らず、民主主義国家においてはどこの国であれ同調圧力が生まれる。同調圧力は人々の自由を奪い、みんなが平等であることを求める。そして平等は人々を孤立化させていくんだ。平等が進むとなぜ孤立化が進むのだ。トクビルは貴族的な国民についてこう語る。貴族的な国民にあっては、諸家族は何世紀にもわたって同じ状態のままにあり、しばしば同じ土地に住み続ける。このことはあらゆる世代をいわば同世代にする。人はほとんど常に祖先を知っており、祖先を尊敬している。生まれてもいないひ孫を目に浮かべる思いでこれを愛する。祖先や子孫に対する義務を進んで自分に課し、しばしば自分の楽しみを犠牲にして世を去った人々や生まれ来る人々のために尽くす。ここでの貴族とは単に金持ち一家を意味しているわけでないことは明らかだろう。代々同じ地域に住む中で、先祖や子孫といった縦のつながり、同じ地域の住人などの横のつながりが自然と生まれてくる。周囲とのつながりが感じられることで、責任感や助け合いの精神みたいなものも自然と生まれてくるんだ。貧困問題などへの支援活動を行う湯浅誠が東日本大震災の被災地において目にした光景を述べている。東日本大震災で大きな被害を受けた東北沿岸部は、昔ながらの地域コミュニティ、支援がとても強いところでした。日本の地方の原型のようなところです。被災地に行くと、300年前からここに住んでいた、という話を聞きます。曽祖父の曽祖父の、そのまた曽祖父から代々そこに住んでいる人です。その人たちにとって、地域コミュニティは作るものではなく、あるものでした。自分がオニヤーと生まれた時に、すでにそこにあるものです。だから世代交代の中でマイナーチェンジを繰り返しながらも、こういうものだ、というやり方が集落単位などで根付いています。トラブルが起きた時はこういう風にして解決するものだ、といった伝統的手法、風習です。文化、作法と言ってもいいかもしれません。しかし、平等な社会においては、そうしたコミュニティが特権であり、既得権益になる。金持ちの家に生まれたやつはずるい、みたいな感じで、生まれながらにコミュニティに所属できることが不平等になるんですね。その不平等をなくすために、人々の階級をなくす。誰彼の区別がつかない状態、先祖や子孫が無関係な赤の他人になるような平等な状態を目指すんだ。トクビルは民主的な国民についてこう語る。民主的な国民にあっては、
新たな家族が絶えず名から生まれ、別の家族は絶えず無に戻り、残った者も全て姿を変える。時の流れは刻々たたれ、過ぎた世代の名残は消える。人は先立った人たちをすぐに忘れ、後に続く人々のことは何も考えない。すぐ近くにいる人だけが関心の対象である。さらに続ける。境遇が平等になるにつれて、同胞の運命に大きな影響を及ぼすだけの富と力はないが、それでも自活するには十分な知識と財産を獲得もしくは保持している。膨大な数の人々が見出される。この人々は誰に義務を負うでもなく、誰かを当てにするようなこともない。自分はいつも一人だと考えるのに慣れ、自分の運命は丸ごと自分の手の中にあるとつい思い込む。平等であるがゆえに人々のつながりが破壊されてしまい、周囲に無関心になっていくのだな。トクビルは民主的な世紀にこそ先生を恐れなければならないと警告しているぞ。平等は人と人とをつなぐ共通の絆なしに人間を横並びに置く。先生はその間に垣根を築いて人と人とを分断する。平等は仲間のことを忘れさせ、先生は無関心をある種の高徳に仕立て上げる。先生はいつの時代にも危険だが、民主的な世紀には格別恐れるべきものである。平等化によって先生政治はより一層進んでいく。そして逆説的ではあるが、平等意識が高まることで強力な中央集権国家を望む声が強くなる。境遇が全て不平等である時には、どんなに大きな不平等も目障りではないが、全てが成立な中では最小の差も衝撃的に見える。完璧に成立になるにつれて、差を見ることは耐え難くなる。平等への愛着が平等そのものとともに増大するのは当然だからである。平等への愛はこれが満たされるにつれてまた大きくなる。汚い部屋であれば多少の埃は気にならないけど、綺麗な部屋だと塵一つ許されないみたいなものですかね。ともかく最小の差さえもなくすために、それを排除してくれる強力な権力が求められるんだ。民主的諸国民を最小の特権への反対に駆り立てる。この尽きることのない、ますます燃え盛る憎悪の念は、奇妙なことにあらゆる政治的権利が国家の唯一の代表者の手に次第に集中するのを助ける。主権者は必然的にあらゆる市民の上に立って意義を受けないものであるから、いかなる市民の嫉妬を買うこともなく、誰もが同等の他者から奪う特権を全てこれに預けてよしとする。そういえば社会主義国家であるはずのソ連においても、指導者層と一般市民の間に大きな格差が生まれたといいますね。平等を求めた先に強力な権力者が生まれるというのもなんだか皮肉だな。民主化の中で人々が平等になり、中央集権化が進んでいく。そしてやがて全体主義が訪れるんだ。全体主義のメカニズムについて分析したハンナ・アーレントは言う。全体主義運動は大衆運動であり、それは今日までに現代の大衆が見出し、自分たちにふさわしいと考えた唯一の組織形態である。アーレントの言う大衆とは、庶民や貧乏人、市井の人々という意味ではない。大衆は共通の利害で結ばれてはいないし、特定の達成可能な有限の目標を設定する個別的な階級意識を全く持たない。大衆という表現は、人数が多すぎるか、公的問題に無関心すぎるかのために、人々が共に経験し共に管理する世界に対する共通の利害を基盤とする組織、すなわち政党、利益団体、地域の自治組織、労働組合、職業団体などに自らを構成することをしない人々の集団であれば、どんな集団にも当てはまるし、またそのような集団についての見当てはまる。コミュニティに所属せず、公的問題に無関心である、トクビルの言う民主的な国民みたいですね。ほとんど同じ意味で捉えていいだろう。そして大衆は、通常の時代には政治的に中立の態度を取るのだが、全体主義運動の中に大衆が政治参加するようになったと指摘する。ファシズム運動であれ、共産主義運動であれ、ヨーロッパの全体主義運動の交流に特徴的な点は、これらの運動が政治的には全く無関心だと思われていた大衆、他の全ての政党がバカかアパシーで相手にならないと諦めていた大衆からメンバーをかき集めたことである。大衆の心をつかもうとするこの競争の結果は、双方の運動の成員が共にこれまで一度も政治の舞台に登場したことのない人々から成り立つようになったことである。これは当然に政治的プロパガンダの全く新しい方法を著しく導入しやすくし、なかんずく政治上の敵対者の論議を黙殺できるようにした。大衆の特徴の一つは、議論を好まないことだ。ディスカッションもディベートも、日本語だとどちらも議論と訳されることがあるが、両者は似て非なる。
ディスカッションとは、話し合いの中で互いの理解を深めたり、合意形成を図ったり、妥協点を見つけたり、新しいアイデアを出してみたりと、必ずしも対立が伴うとは限らない。一方で、ディベートは賛成派と反対派に分かれて、論戦を行う、論破することが目的化し、勝ち負けをはっきりさせる。日本の偉大なる文化人、小林秀雄は、ヒットラーと悪魔、という文章にて述べる。人生は獣的であり、人生は争いである。そう、彼は確信した。したがって、政治の構造は、勝った者と負けた者との関係にしかありえない。大衆は政治のことを、勝ち負けのある競技ディベート的な感覚で捉えてしまうのだな。だから必然的に議会を軽視するようになる。国会は国民の声を反映していない、といった感じでな。ディベートではなくディスカッションを行うのが議会の役割ですからね。再び小林秀雄の言葉だ。人間は侮蔑されたら怒るものだなどと考えているのは浅薄な心理学に過ぎぬ。その点、個人の心理も群衆の心理も変わりはしない。本当を言えば、大衆は侮蔑されたがっている、支配されたがっている。重物たちにとって他に勝とうとする邪念ほど強いものはない。それなら、勝つ見込みがないものが勝つ見込みのあるものにどうして屈従し味方しないはずがあるか。大衆は理論を好まぬ。自由はもっと嫌いだ。何もかも君自身の自由な判断、自由な選択に任すと言われれば、そんな厄介な重荷に誰が答えられよう。議論を好まぬ大衆は自由も嫌う。何でもいいからとにかく決めてほしいんだ。ここで保守主義の代表格とされるマイケル・オークショットを取り上げよう。オークショットによると、封建的な制度から解放され、移動や言論、信教や職業の自由を謳歌する近代的な個人が誕生した。しかしその一方で、自らの在り方を選択することに負担を感じる者もいた。共同体の圧力に慣れ親しんだ温かさは、全ての人にとって等しく失われた。この解放はある人々を刺激し、ある人々を意気消沈させた。共同体生活の慣れ親しんだ無名性は人格の同一性によって取って代わられたが、それを個性に変えることができない人々にとっては負担だった。ある人々が幸福として認めたものが、別の人々にとっては不愉快に思われた。人間の同一の状態が、進歩だとも逮捕だとも考えられた。環境の変化に適応できる人もいれば、できない人もいるわけですね。自己決定を苦痛に感じる性格を、オークショットは、出来損ないの個人と呼んだ。近代ヨーロッパの状況は、つとに16世紀に、単一の性格ではなく、間接的に対立する2つの性格を生み出した。つまり個人の性格だけでなく、出来損ないの個人の性格も生み出したのである。そしてこの出来損ないの個人は、過去の時代の遺物ではなかった。彼は近代的性格であり、近代ヨーロッパ的個人と同じように、共同体の絆の解体が生み出した産物だった。全近代的な社会では、生まれながらに身分も職業も決まっていた。漁師の息子は漁師になるし、農家の息子は農業をやる。何も考えず、敷かれたレールの上を進むだけでよかったんだ。だが近代化によって封建的特権がなくなり、人々は自己決定を求められるようになった。現代社会においても、進学や就職の際、自分は何者なのかと悩む学生さんは少なくありませんね。そして自ら選択することができない人は、代わりに選択してくれる保護者を求めた。彼は自分の窮状を認めてくれる保護者を求めて、それをある程度まで政府の中に見出した。つとに16世紀からヨーロッパの諸政府は、個人性の要求だけでなく、出来損ないの個人のニーズにも応えて変わっていった。宗教改革時代の神のような君主と、その直系の子孫である18世紀の啓蒙君主制は、自分自身で選択を行おうとしない人々のために選択を行うための政治的発明だった。エリザベス朝の労働者法は、レースに取り残された人々の面倒を見るために設計されたのである。自由社会になったとはいえ、誰もが自由を幸福に感じられるわけではないのだな。自由を謳歌できない状況に直面し、ある人は諦めの境地に達したが、別の人は妬みや怒りに駆られた。そして出来損ないの個人は反個人へと変貌していく。疑いもなく、ある人々にとってはこの状況は定年をもたらしたが、別の人々にあっては妬みとそねみと怒りを生んだ。そしてこれらの感情の中に新たな成功が生まれた。苦境を全人類に押し付けることによって、苦境から逃れようとする衝動である。自分の欲求が実現されなかった出来損ないの個人から、戦闘的な反個人が生じた。
彼は個人の敗意と個人の道徳的意向の破壊とによって世界を自分自身の性格に同化しようとする傾向がある。ちょっと格式ばった言い方をしているが、要するに自己決定する個人を意思とする風潮に嫌気がさし、個人として自立できない自分を不完全な人間として嘲笑う社会から逃れたいということだな。働かざる者食うべからずという風潮の中、病気や障害、能力不足のせいで満足に仕事ができず、経済的に自立できない人間をバカにする社会から逃れたいみたいな感じですかね。とにかく反個人とはアンチ自己決定みたいな人で、自由を嫌う大衆ということですね。そうだな。そして自由の重荷に耐えられない反個人は強いリーダーの出現を待ち望む。この反個人は思考よりも感覚を、意見よりも衝動を、情熱よりも無能力を持ち、自分の力をおぼろげにしか意識していなかった。従って彼はリーダーを要求した。実際リーダーシップという近代の概念は反個人に伴うものであって、後者なしには理解できないだろう。諸個人の集団は統治者を必要とするが、指導者の余地はない。反個人は何を考えるかを教えてもらう必要があった。彼の衝動は願望に、そしてその願望はプロジェクトに変形されねばならなかった。彼は自分の力に気づかねばならなかった。そしてこれらこそが指導者の任務だった。今現在でも独裁者を求める声は一定数存在する。お笑い芸人の小籔千豊がかつてこんなことを言っていた。僕にとって強いリーダーシップは独裁と一緒の意味です。行き過ぎた民主主義よりはまだ独裁の方がええんやないかと思います。独裁というと悪の権化、大量虐殺とかそんなイメージだし、独裁者が暴走してとんでもないことをして客にやれ気しもある。誤解しないんで欲しいんですけど、僕はそれはもちろんけしからんと思ってます。でも本来の一人で決めるという時期以上にあかんことという印象が先行しているように思うんです。そこで一人の優秀な人をみんなで選んで、その人がみんなのことを一人で決める、ライトな独裁なんてどうですか。みんなのことを決めてくれるリーダーが欲しい。オークショットを通して小籔のリーダーシップ論を読むと、その内容がいかにも大衆的な発想であることがわかると思う。確かにそうだが、でも小籔が悪い人には思えないのだ。別に小籔が悪人だとは言ってない。むしろ礼儀正しく、情に厚く、世間一般の人よりも善人だろう。性格が悪ければ芸能界で仕事なんかもらえないはずだからな。しかし文章の内容は凡庸というか、陳腐というか、結局選択に伴う責任を負うことが嫌なんだろうな。学生時代にこんな生徒がいなかったか。受験の時期になって先生に、どの参考書を使えばいいですかとか、過去問演習はいつから始めればいいですかと、勉強法について事細かにアドバイスを求めるんだ。しかし先生が答えることができるのは一般論でしかなく、そのアドバイスが生徒本人に適しているかどうかはわからない。だけど生徒は自分で決断を下すことができないので、先生のアドバイス通りに勉強を進めるわけですね。その通りだ。そしてもし受験がうまくいかなかった時は、先生の言われた通りに勉強したのに合格できなかったと相手に責任をなすりつける。このタイプの人間が社会人になると、仕事においては常に上司に指示を求める。そしてその指示を忠実に実行する。でもやっぱりトラブルが発生した時は、上司の指示に従っただけであって自分には責任がないとなるのだな。政治への態度だって同じだ。反個人的な人間はみんなのことを決めてくれるリーダーシップを求める。〇〇党のバツバツさんを信じますといった具合に、強いリーダーが信仰の対象となる。だけどやっぱり政権運営がうまくいかないと、期待していたのに裏切られたとなるんですね。失敗の責任は決断を下した者にあり、決定に関わっていない自分は被害者であるという感覚なんだろうな。そのメンタリティを何とかするところから始めなければならないのだな。小籔はこうも述べている。私利私欲を捨て公のためだけに頑張る政治家が出てくるシステムって、なんかないもんですかね。我々はつい優れた政治家の登場を望み、その人に社会を何とかしてもらおうと思いがちだが、民主主義国家で主権を持つのは我々なんだ。湯浅は言う。私たちがどれくらい自覚するかは別にして、民主主義というシステムは私たちの中から代表者を選出するものです。
実感がないとしても、やはり与党が変わり総理大臣が変わるのは、徳川八代将軍が九代将軍に代替わりするのとは違う。私たちは嫌でも選挙などを通じてその過程に関わってしまっており、それが民主主義国家では私たちは主権者から逃れられないという意味です。常軌を踏まえれば、立てられるべき問いは、なぜ政治家にろくな人間が少ないのか、なぜ政治家は私たちの声を聞かないのか、ではありません。そういう政治家はいるでしょう。しかしより本質的で重要な問いは、なぜ私たちは主権者なのに主権者でないように振る舞うのか、という点にあります。どんな時も問いの立て方が重要です。これは政治家の問題ではありません。私たち自身の問題です。簡潔で読みやすい文章だが、本質をついているだろう。誰かにお任せするんじゃなくて、自分たちが主体的になって動かなきゃダメなんだな。そうは言っても、素人に外交とか国防の話は難しくてよくわかんないのだ。つくづく思うんだが、政治参加といった時、どうして国レベルの話しか出てこないんだ。都道府県や市町村とか、業界団体や労働組合とか、村の自治会とか、それらをすっ飛ばして個人と国家がダイレクトに結びついている。まずその状態を何とかしろ。日々の生活の中で、あそこの道路を直した方がいいとか、ゴミ処理場の性能を上げた方がいいとか、保育園を増やしてほしいとか、不満や要望を感じることがあるだろう。市議選とか町議選の時に挨拶回りに来た候補者にいろいろ話してみたらどうだ。もっと狭い範囲でも、集落単位で自治会があって、みんなで神社の掃除をしたり、水路の絵皿をやったり、村の共有地の管理をしたり、時期になればお祭りをやる。災害が起きたら村の人間同士で助け合う。教育水準の向上によって、地震発生の数理モデルを理解できる人は確実に増えた。だが実際に地震が起きた時、隣近所の人と互いに生存確認を取り合ったり、協力して避難所を運営できる人は果たして増えているのだろうか。何でもかんでも行政にお任せするのではなく、自分たちの手で自分たちの地域を維持管理していくことが大事なのだな。個人が国家の壮大なビジョンを語るのが悪いことだとは言わんが、まずは身の回りからできる活動を行っていく。リーダーにお任せの民主主義ではなく、自分たちが主体的に動く民主主義を目指していくべきだと思うな。さて、今回の動画の内容をまとめよう。三権分立と民主主義は全く別の概念である。王様に権力を集中させるのが危険なのと同じで、民衆に権力を集中させるのも危険を伴う。民主主義と独裁は必ずしも対立しない。もし民衆に権力が集まると、多数者の専制が生まれ、やがて全体主義へと発展していく。近代以降に発生した大衆は社会の多数を占め、みんなと同じであることに安心し、自由を嫌い、自分たちに代わって選択をしてくれるリーダーを求める。誰かにお任せしたくなる気持ちがわからなくもないが、自分たちの手で自分たちの地域を作っていくという意識が大事。こんなところかな。一口に民主主義と言っても、とりあえず多数決やっておけばそれでよいというわけではないのだな。皆さんは民主主義についてどう考えますか？よかったらコメント欄で教えてください。今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。